このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。さあ北澤さん、この戦いを見ていく上で注目すべき選手がいましたらお願いします。フンメルスですね。やはりディフェンダーとは思えないパスの精度は注目ですよね。最後尾からつないでゲームを作れますし、クリスチャン・ロナウド、しのぐ、ルーズボールになる。中央へ、中揃ってたんですけどもね。大きく縦へ、プジョル、ここは読んでいました。デイビスからロナウジーニョ、抜けてくる。ロナウジーニョからクリスティアーノ・ロナウド、キミッヒ、さあ右へ預けて。まだこの前半スコアに動きは見られません。ミドル、枠のど真ん中、蹴り込みます。まあ、もともとミドルが得意なプレイヤーですから、もう隙があれば打ってきますよね。キミッヒ、クリスティアーノ・ロナウド、先制。力強く足を振り抜いたシュートをネットに突き刺さりました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは1-0、先制しています。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。ふわっと裏を狙う、このパスはキーパーへ。ダビデ・カラブリア、ニコロ・バレッラ、メッシ、足元大事に行きます。ダビデ・カラブリア、右サイド上がっていく、上げてくる。はい、ここクリアで難を逃れます。これはチャンスだ、拾いたい。右サイドへ振ってカラブリアからの折り返し、クリア。このピンチをなんとか出します。アウェー側としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。打つか、メッシから右サイド、ここで丁寧にボールを扱う、上げてくる、シュート。いや、惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。はい、フンメルス、チャレンジはしません。後ろに流す、エデゴーア、ここで長いホイッスル、前半終了です。前半終え1-0。さて北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。アウェー側としては今のところ1点リードしてますけど、実力差を考えるとまだまだこれからというイメージを持ってるんでしょうね。この後もアグレッシブに来ると思いますよ。1点先制して前半を折り返します。セカンドハーフ見ていきましょう。アウェー側としては後半攻めに行くのか守りに入るのか、非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよね。
はい、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ダビデ・カラブリア、非常に攻撃に参加することが多い選手です。ドリブルで上がっていく、デイビスからロナウジーニョ、上げる中央へ、前線へ長いボール、フジョル、このボールをカットします。ロナウジーニョ、今日ワンアシストです。メッシからクリスティアーノ・ロナウド、縦へのボール、いやー今のはもったいないミス。タイはここでベンチに動きがあります。キミッヒ、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。アウェー側としては後半に入ってからまだシュートがないんですよね。残り時間の使い方ですかね。もう1点取りに行くっていう選択肢もあってもいいと思いますけどもね。チャンスになる、シュート、決まった、追加点、これで差は2ゴールになりました。さらに1点を追加し2対0としています。アウェー側としては 2-0 リードは大きいですよ ね、 ね、まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができているってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど、エデゴーは彼にボールが収まると前線の選手もいい位置でもらおうと動き出しますよね。まあ周りよく見えてますからね。彼がボールを持つと近くの選手はどんどん寄せていく動きがありますよね。これはなかなかこじ開けられない。クリスティアーノ・ロナウド、いや追加点、3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。クリスティアーノ・ロナウド、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いやもうこのクラスの選手になると動き出すタイミングやボールを受けるイメージがもう体に染み付いてるんですよね。これがワールドクラスのゴールですよね。クリスティアーノ・ロナウド、今日2点目です。フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。いや止まらないですよね、この勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね。キミッヒ、クリスティアーノ・ロナウド、スペースを狙う、キーパー前へ蹴り出します。デイビス、落ち着いて時間を使います。キミッヒ、ニコロ・バレッラ、ダビデ・カラブリア、アディショナルタイムは3分という表示です。フジョル、流れを止めます。さあ笛が鳴りました。3対0、
勝ちました。大差での勝利です。北澤さん、試合を振り